演奏聞いたら二人とも驚くかも。だってネットだと結構、いや割と評判いいし、登録者数3万人だし、よしやってやる。それじゃあ行くよ。ド下手だ。呼吸を合わせることがとっても重要だけど、コミュ障の一人は目すら合わせられないので突っ走る演奏をする。ソロ弾きは最強でもバンドになるとミジンコ以下、最弱になるのだ。どうもプランクトン後藤です。売れないお笑い芸人みたいな人出てきた。こうして後藤一人は灰となり、もう二度とギターを持つことはなかったのでした。ねえ出てきて、本番始まっちゃうよ。やっぱりできません。しょうがないよ、即席バンドなんだし。私だってそんな上手くないし。私は上手い。とりあえずこっち向いて、現実逃避しないで。